アグニエシカ・ボイトビッチ・ボースルーは、ポーランド系アメリカ人の映画制作者にして作家である。彼女は2003年に最優秀賞を卒業したニューヨーク大学のティッシュスクール・オブ・ジ・アーツで映画を学んだ。彼女のデビュー短編映画、パテはサンダンス映画祭でプレミア上映され、ニューヨーク大学のワッサーマン賞、ビバリーヒルズ映画祭のフィエル・ドール・ワールドフェスト、ヒューストン国際映画祭のグランプリ、ニューヨークマガジンの優秀賞、アトランタ映画祭の特別審査員賞など、いくつかの権威ある賞を受賞した。フィルムメーカー誌は、ボイトビッチ・ボスルーを、インディペンデント映画界25人のニューフェイスの一人に指名した。2004年、チェスワフミ・ウォシュの詩、O Zlozonyに基づき、トリシャ・ブラウンの振り付けによる、パリオペラ座バレエのマルチメディアプロジェクトとして高く、評価された作品、O Zlozony/O Compositeで、ローリー・アンダーソンとコラボレーションを行った。この作品は2004年12月にパリのオペラガルニエで初演された。アグニエシカ・ボイトビッチ・ボスルー最初の長編映画、アフターライフ、リーアム・ニーソン、クリスティーナ・リッチ、ジャスティン・ロング主演のサイコホラースリラーが2009年11月7日にロサンゼルスで開催された AFI 映画祭で初公開された。オーバーチュア・フィルムズの一部門であるアンカーベイ・エンターテインメントはアメリカとイギリスでの劇場公開権を取得し、2010年4月9日に劇場にて映画を公開した。DVD とブルーレイは2010年8月3日にアメリカでリリースされた。ボイトビッチ・ボスルーはアフターライフの公開後、メディアからの注目を集めた。バラエティ誌のロニー・シャイブはこの映画をホラーの優雅なエクササイズと呼び、ナショナルボード・オブ・レビューはボイトビッチ・ボスルーはホラーやスリラーというジャンルの慣習を非常に的確なスタイルとストーリーテリングで巧みに操作しているとコメントした。著名な映画評論家のジェームズ・ベラーディネリはチャンスをつかみ、期待に反する映画制作者を尊敬しています。無数の安全なクッキーカッター作品の印象が薄れた後もアフターライフの反響が記憶に残りますと付記した。しかし、ニューヨークタイムズがミデのマノーラ・ダルジスのレビューは、ボイトビッチ・ボスルー氏は、効果的な映画ではなく、アートハウスの冷却装置を作るのに、多くの時間を費やしたようですと混ぜ返した。Rotten Tomatoesでのレビュー総計は、評論家49人の 29% がこの映画に、肯定的なレビューを与え、平均スコアは 4.6、10であると報告している。ウェブサイトでは、この映画の重要なコンセンサスは、興味深い前提と立派な野心がありますが、アフターライフは、その不気味な雰囲気を維持するのに、十分なひねりやスリルを提供できていませんとある。Metacriticでのレビュー集計は、21件のレビューに基づいて36、100の過重スコアを映画に与え、一般的に好ましくないレビューを示している。ウォール・ストリート・ジャーナルがミノ・マシュー・カミンスキーによるプロフィール、Death Becomes Herで、リーアム・ニーソンは、ボイトビッチ・ボスルーが映画、ハート・ロッカーで、オスカー受賞監督になったキャスリン・ビグローを少し思い出させると述べた。2010年7月、この映画制作者は、エル氏とポーランドの新聞、ガゼッタ・ウィボルクザの表紙に取り上げられた。ありがとうございます。